から、ココナッチのアカウントというのにメッセージを送っていただきます。ココナッチのアカウントというのは各パソコンの後ろの紙に書いてあるんですけれども、これを使うとどんなユーザーでも、メッセージを特定ココナッチに送信することができます。今ツイッターから送信が生まれました。今頑張ってっていうツイッターのメッセージを女性のユーザーが受け取りました。それも先ほどと同様にココナッチを触ることで、返信をすることができます。で、返信をされた方の、ユーザーのパソコンにココナッチがつながっていれば、その返信も、ココナッチで受け取ることができます。また、メッセージの送信をしているときだけではなく、触って一人遊びというのをすることができます。触り方によっては鳴き方がココナッチ生き物なので、鳴き方が変わっていきます。ごくたまに人間の言葉を喋ったりとか、という工夫が行われています。